達也とある人とタケです。普段はメジャーデビューもしてるバンドマンですが、視聴者またはその知人が体験した怖いお話来い、お願いします。ということでこのコーナーでは視聴者またはその知人が体験した実話の怪談の身を送ってもらっています。はい、実際に起きた怖い話何あるんですよ。つい最近、割と最近、ほら、いやめっちゃ怖くて、俺夜ランニングしてたら、はい、で俺ランニングして疲れたからして歩いてたのね、うん、そしたらなんか犬連れてる男の人のところすれ違って、うん、パッて歩いてたらその男の人がおいって言って、俺怖くて後ろ振り向けなかったのよ。それ犬に言ってんのか俺に言ってんのか分かんなくて、うん、でずっと言ってんの、うん、でちょっとずつ散歩しながら、うん、俺が10のスピードで進んでるとしたら、うん、そいつ6のスピードで進んでるから、ちょっとずつ、うん、距離取れるよね。距離取れる。うん、で、ずっとし、おい、おい、って言ってんのよ。だから、俺、もう15の速度で歩いて、うん、もうほぼ早い、俺、ワンチャン後ろから刺されるんじゃないかと思って、うん、っていうのがあったの、俺。それ何だったの？本当の人なの？それは。いや、人、人、人。だって犬まで霊やん、それやとしたら。いや、でも、セットで。いや、だからその、俺に言ってたらめっちゃ怖いし。いや、怖いよ。まあ、犬に言ってたら、もう怖いけど、それ俺だったらやばくない？でも何にもしてないでしょ。何もしてない、何もしてない。抜いただけでしょ。抜いただけ、抜いただけ。ええー、超怖かった。俺マジで怖かったの、これ。なんか、おまんちの周り多いな、そういうの。怖いな、なんか。まあでも、休んでるおばあちゃんはまだまし。まあまあまあ、まあ。かわいいもんね。かわいい。いや、そいつやべえよ、マジで。犬に言ってたとしたらよ。うん、そう仮定したとしても、うん、散歩するだけ優しいけど。確かに確かに。だから犬じゃないよね。なんか嫌なことあったのかな。でもずっっていうこと嫌なことある。パチンコで20万負けたとか。いやそれは言うけど、ね、ずっと嫌だよ俺多分。怖かった。でこの状態で。気をつけた方がいいね。いや怖い怖い怖い。うん、もう夜あんま走らない方がいいかもしれない、うん。ってことは近所に住んでるってことだから。いや多分そうだと思う。そうや。気をつけな。今後も。気をつけよ。うん、ではやっていきましょう。一人目、ようさんから届いた怖いお話。はじめまして、いつも動画楽しく拝見させていただいています。これは友達が体験したお話です。中学2年の夏休み、話してくれた友達 A と友達 B、C、D の4人で心霊スポットに行きました。心霊スポットにはボイスレコーダーを回しながら行ったものの、特に何も起こらなくて、何も起こらない、面白くないなどと笑いながら帰っていました。その日は A の家に全員が泊まって、その時にボイスレコーダーを確認しました。そのボイスレコーダーには、呪ってやる。と、全員聞こえるような声が入っていました。声量もそこそこ大きく、その場でも聞こえるような声でした。しかしその場では誰にも聞こえていません。その日、寝ている時、A 以外の全員が昨日行った心霊スポットでの夢を見ていました。それはその場所で男の人に追いかけられるというもの。朝起きた後は B が大きい声で思い切り、呪えるもんなら呪ってみろと叫びました。C も D も、それな、などと言って笑っていました。A は夢などは見ていなく、霊感が全くないのかなと思っていました。その日から数週間かけて B、C、D の身内や自分自身に悪いことが立て続けに起こりました。B は親戚が事故で亡くなり、C は腕を骨折、D は軽傷で済んだものの車にはねられたりしました。それでも A には何もありませんでした。悪いことが立て続けに起こるので、ネットで調べて心霊スポットに行った4人で、お寺に行きました。B、C、D はすぐにお祓いをしてもらい無事だったのですが、 A は何も起こっていないのでそのことをお坊さんに言ったところ、お坊さんからは、あなたは4年前におじいさんを亡くしていますねと的中させられます。はい、そうですけど関係ありますかと聞いたところ、お坊さんは、そのおじいさんが守ってくれています。今お祓いしてもいいですが、おじいさんなので危険な霊ではないです。どうされますかと返してきました。悩んだ結果、お祓いはしませんでした。そこから2ヶ月くらい経った時、 A は B、C、D と共に前回とは違う心霊スポットに行きました。心霊スポットでは何も起きなかったのですが、 B、C、D は次の日にまたお祓いに行きました。その約1週間後、A は寝ている時、とんでもない怖い夢を見て
目覚めました。目覚めたのはいいものの、体が全く動かず、どうしようと思っていた時、足元に女の人がいました。髪が長く、幽霊と感じました。その女の幽霊が這い上がってきて、腕を掴んできました。やばいと思ったものの、目が唯一動いたのでつぶり、目を開けてみると女の人はいなくなっており、金縛りも解けていました。ですが腕を見ると、思い切り掴まれた跡がはっきりとありました。さすがに怖くなったので、お祓いに行くとお坊さんが、危なかったですねと言ってきたので、話を聞いたところ、そこにはとてつもない強い女性の霊がいたこと、その霊を A は連れて帰ってしまったこと、おじいさんがずっと守ってくれていたこと、もし前に来た時おじいさんをお祓いしてしまっていた場合、その4人はその場で亡くなっていたかもしれないということを聞かされました。そのことがあったので、週末親に頼み込んでお墓参りに行きました。おじいちゃんのお墓にはつい最近親が行ったはずなのに、すでに花が枯れていました。 A は急いで自分のお金で花を買いに行き、お供えをして手を合わせ感謝を伝えました。この体験を聞いて、心霊スポットには行かないようにしています。ノンラビさんも気をつけてください。はい、ちょっと文句いいですか。文句、一回心霊スポット行って、はい、ひどい目あったじゃないですか。ひどい目っていうか、まあそうですね、夢を見たりとか。あ、よくないことありました、ね、でみんなでお祓い行って、はい、そこで多分もう行かないと思って行くわけじゃないですか、怖いところには。まあ払うってことはそうですよね。うん、確かに。すぐ行ったよね。はいでまたすぐ払って、お祓いも行きました。はい、何がしたい？あの、そこは言わないで、バカなデータから。そうなのよね。すぐに言ってるんだよね。もう病みつきになっちゃったんじゃない？まあ、払えばいいって思ったんじゃない？なるほどね。おそらく若い時の経験だと思うし。けど、そんな紙一重なことある？おじいちゃんをその時払ってなかったから助かったけど、うん、払いますかって寺では言われてるわけ。うん、それは払わんくていいよねっていうさ、寺の人もちゃんと言ってきてほしくない？おじいちゃんいなかったらやばかったよじゃなくて、いや、うん、あの時つけとこうって言っといてやって話じゃない？確かに、確かに。だってその産婦人科に行ってコンドームはできるだけつけた方がいいねと一緒じゃない？いや、絶対つければ否認できるよって言うべきじゃん。そっかそっか。なのにね、それでも否認できない時もあるやん。ゴムが破れてたとか。ごめんよ、ゴムで叩き始めたのは悪いけど、けどでもそういうことじゃない。なるほどね。ちょっとその寺の人もなんでその言い方するやろうなって思ったわ。ああ、でもそれに関しては、うん、お坊さんも仕事なんだ。そっか。リピートだから、しめしめなわけよ。いや、あの寺リピートはあんま聞いたことない。寺リピはね、もう二度と来ないつもりで接客してるよね。そうだけどね。そうなはずなんだけど。でも病みつきになってまた新スポ行ってまた払いに来てますから。まあね、これ抜け出せないっすよ。ポーズに会いたかった説ある。いやいや、そんなことある。またつけていけばあのポーズに恋しちゃって。握手の三角形みたいな感じで心霊スポット行ってんな。これが本当だとしたら、心霊スポット場所によってはヤバい霊がいて、それを俺らが連れて帰ってきたら俺らにも同じようなことが起こるかもしれんっていうことよ。死んでたかもってやばい。うん、でも俺らもすごい守護霊いるだろうな。いや、多分めちゃくちゃ本当にオベリスクみたいなやつ、やめちゃくちゃすごいのいると思う。えげつないのいると思うよ。うん、だから俺らだけ事故ったりしてない。うん、確かに。そうじゃない？周りは確かにバンバン事故る。バンバン事故ってる。ヤマボウなんて毎日事故を起こしてるみたいなミスの連発や。そうです。で他のね、残りの優秀なスタッフもちゃんと事故を起こしたし、うん、なんかあるじゃない、車のディーラーに会いたい人いるとかじゃないよね。どういうこと？事故ればそこのディーラーのあいつに会えるまた恋してる。続きまして、ルリさんから届いた怖いお話。ノンラビの皆様、はじめまして。楽曲もめちゃくちゃ好みでガチハマりいたしました。写真や動画はないのですが、私自身に起きた不思議な出来事を初めて家族以外の方にお話しします。私は幼少期の頃、誰もいないところを見てお話をしていたり、天井を見て急に笑っていたりする子供でした。父親が霊感があり、私のその行動を見て、見えないお友達と遊んでいるんだとよく言っていたそうです。小学校低学年までは自分が見えているものが幽霊だと分からず、また父親も私が電柱へ走って行ってそこにいる女の子とお話をしていても何も言いませんでした。ですが成長していくと、
私が見えているものがこの世のものではないと気づき、見えていることが怖くなって泣いてしまうこともありました。そんな私も成長していくにつれて、少しずつ霊感が弱まってきた頃に起きた出来事です。当時 iPod を車につないで音楽を聴いていました。職場へと向かう途中、ふとここで曲がっちゃダメと聞こえて、いつもなら右折するところを直進し、信号待ちをしていました。するとドカーンという大きな音と地鳴りとともに、右折車線にいた車が2台ほど真横で潰れていました。その瞬間は何が起きたのかわからなかったのですが、少しすると状況が把握できました。大型車がほぼノーブレーキで突っ込んだようでした。もしあのまま私がいつもの道を曲がっていれば、間違いなく巻き込まれておりました。 iPod で音楽を聴いていたので、ラジオの声ではない。あの声は一体何だったのかと不思議に思い、両親へと連絡を入れたところ、父親も昔曲がっちゃダメと聞こえ、直進すると大型車が横の車線へと突っ込む事故を経験したようです。私たち家族を守ってくれている守護霊が事故からも守ってくれたんだなぁと思っていますが、父親と私が同じ体験をするという不思議な出来事でした。もう俺らより強い守護霊の人現れた。いや、こんなすぐ現れることある。けど声は聞こえないもんね、俺らは。俺ら一切声とかはないですね。自分の感覚のみで突っ走ってるんで。だって車のスピーカーから流れたってことでしょ、それ。しかも iPod 繋いでるから、iPod からの音しか出るわけがない。なのに、曲がっちゃダメって。しかも、いつも曲がる道の手前で言われてるから。それで直進車線に行ったところ、曲がる右折の車線にドーンって車が突っ込んでくる。で、お父さんもそれになってるわけ。なったことあるって言ってるんだよね。けどあんなディレイするかね。いや、それ俺がやってんだよ。俺曲がっちゃダメやったね。違う違う、俺それ空気感作りたくてやったんだよ。あ、やっちゃった。やっちゃったって言い方がありましたよ。あれ初ディレイだったからマジで笑いそうじゃん。いや、やめてよ。ディレイ来たの。俺親切でやったのに、やっちゃったって言われるんだ。雰囲気良かったです。まあそうですね、はい、俺が言わなければ完璧でした。完璧でしたよ。余計なこと言われたな。ごめん。幻聴じゃなくてなのかな。でも頭に直接ね、じゃないの。霊ってそういうことじゃないの。だ、それをあたかもスピーカーから聞こえているようにしてるだけで、うん、実は直接語りかけてきてるかもしれんね。あ、じゃあ聞こえたんだ、幻聴が。ウィーンみたいな、ウィーンって。いや、これ面白い話だ。でもそう考えると、事故に関してだけ、まあ他に何かあったか分からんけど、事故に関してはお父さんとその娘であるこの方を2回も守ってるって考えると、うん、本当に優しい守護神というか、マジで守ろうとしてくれてるのが分かるよね。続きまして、サンゴさんから届いた怖いお話。今日コンビニの雑誌を見ていたら、突然皆さんが出てきて興奮しちゃって、めちゃめちゃ変な声出ちゃいました。コンビニで俺ら乗ってたってこと。そう、コンビニの雑誌でちょっと立ち読みしようと思ったら、俺ら出てきて、うん、変な声。変な声。どんな声。どんな声かちょっと予想する。予想しようか。うん、おいグー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 グでもさ、こういうのでさ、うん、声出ちゃったとかさ、うん、飲んでたお茶吹いたわとかって来るけど、分かる嘘やろ。絶対嘘だよなあ。俺らがないもん、そんなこと。お茶吹いたはさすがに嘘ねえ。飲み物飲んでて吹いたわ、はい、あと腹筋割れた。そんなんも来ます。割れてるわけないんだから。すぐみんな国側やん。確かにシックスパックだ。いや、よく言うじゃないですか。まあね、笑いすぎて、うん、嘘はつかん方がいいわ。まあでもそれ伝える手段、それぐらいだよっていうのを多分伝える手段なんだろうね。そうかそうか、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、今サンゴさんふざけたのを今ちょっとやったんですけど、本当に怖いのもあって今のふざけたやつあったんで、なるほどね。ちょっとそのふざけてる方を読んだだけ。なるほど、はい、じゃあ本当に怖い方いきましょう。はい。私は病院の給食を作る仕事をしています。病院関係の仕事をしていると霊的現象も少なくはありません。そんな精神科の病院で起きた怖いお話です。その日、私は早番で朝の4時半に仕事へ行きました。その日はイベントがあったため、
いつもより豪華な朝ごはん、そして調理するスタッフもいつもより多い3人で行っていました。料理を作り配膳し終わったところで、先輩が飲み物を飲もうとしているところ、まだ6時過ぎなのに患者さんが食堂まで来ていました。部屋を患者さんが抜け出すことはそんなに珍しいことでもないので、病棟に連絡をし、看護師さんがすぐに来てくれました。その出来事から数時間後、先ほどの看護師さんとばったり会ったのでお話をしました。大丈夫でしたか？さっきは迷惑かけてすいません。私たちも探してたんですよ。よく逃げ出す人で、私がいた時もそうだったんですよね。だから私責任感じちゃって死んじゃったんですよね、と言ってきました。正直わけが分からず、その後栄養士さんに同じ話をすると、少しびっくりした顔をして私に言ったんです。その抜け出した患者さんって白髪で少し腰が曲がってて、ミサンガつけてなかった？私はミサンガまでは分からなかったのですが、腰が曲がっているところまでは合っていたので、うなずくと栄養士さんは少し気まずい顔をして言いました。実はあなたが来る前によく脱走をする認知症のおじいさんが亡くなったのよ。それでよく話を聞いたら、看護師で孫でもあった方が安楽という形で殺してしまったらしいの。その後1ヶ月くらいしてから、その看護師さんも遺体で自宅で発見されたんだけど、警察の見解では自殺と断定されたらしくて、多分見たのは幽霊だと思うんだ、と言われました。後日詳しく話を聞くと、その患者のおじいさんは私たちがあの時作っていたイベントのご飯が大好きだったようです。その体験から、イベントのご飯の際は食べる人がいなくても一食分机に置いておくようにしています。マジで？これマジ？変な、おって言ってたやつのエピソードとは思わんやろ。ガチだね。めちゃくちゃ怖い。はっきりおじいさんが見えてて、あ、抜け出してるわと思って、看護師さん呼んで返したけど、一連丸ごと霊とのやり取り。え、その看護師さんいや、看護師さん一人がなんで全員でや、一連人が、いや違う。で、イベントでそのおじいさんの分も無駄に多く釣ってるってことでしょ。今、まあ無駄にってか、まあ気持ちですよね。うん、すごいな、それも。すげえ優しいじゃん。本当に怖いのはそこじゃないよ。安楽しちゃった孫。そう、孫で看護師さんだった人が、まあ多分認知症ってさ、本当に精神的に面倒見る方も来るっていうから、まあ、病院に勤めているという立場を利用して、安楽で殺した後に、自分もなぜか亡くなってたっていう。だからこれが自殺っていう見解だけど、もしかしたらおじいさんがなんてことをしてくれたんだと。確かに。お前も道連れじゃんということじゃないのって思ったよ。はあ。それがもう孫がストレス、まあ、てかもう生きるの辛すぎて、もうおじいちゃんも殺して自分も死のうって心中した可能性あるよね。心中、ね。心中か。心中キスしないでいやでも俺もお父さんに言われてるからね。え、あの、俺が認知症になったらもう家族に迷惑マジでかけたくないし、そのもう生きるのも俺辛いから、俺のことをあの釣り一緒に連れてって、俺のことはマジで落としていい沖で沖ででそのまま帰っていいってじゃあ、でも見つかった時お前だけ100悪いよ。いや、それ俺マジトーンって言われたから、ね、もう本当に迷惑、お前らに迷惑かけたくないからって。けど最後のお父さんタフだからさ、泳いで帰ってきた。おらーって本能でしまだけどちゃんと帰ってきた。何を押してんだって最悪記憶もあって俺マジで決められそうだよでも幽霊がはっきり見えるっていうのがここで証明されたよね。心霊的な現象、病院に勤めてると起きるのはおかしくないんだけども、うん、その中でもはっきり見えすぎた体験、うん、ということで以上が視聴者またはその知人が実際に体験した怖いお話でした、はい、僕は最後の話ナレーション取りながら鳥肌立ってました。嘘、もう深夜に撮ってて怖っ、この話深夜に撮ってたんだ。いや、あんま朝撮るもんでもないし寝起きの声で、まあ、あんまね朝とか向いてないタイプのねナレーションだから。確かに編集してる時も俺泣いてたもん、前の怖い話。あ、怖い話本当に泣いちゃって、うん、けどその後輩のマオに、
最後ゴールする瞬間、はい、生徒がさ手合わせて目閉じてたっていう話したら、はい、あ、よくあるやつっすねって言ってたよ。定番なんだ。定番らしい。オチとしてはだからその教育業界で広まってる話な可能性があったりとか。あ、だから今回のは本人が体験してるから、まあ、マジなんだろうけど、その聞いた話だとそうワンチャン分かんないもんね。いろいろなところでね、ちょっと根掘り葉掘りつけられて、うんうん、で俺らに届いてる可能性があるから、泣いたのはしょうもない。ほんとなんてこと言うの。そんなことないじゃん。いや、ほんと6でもない。6でもない。いいだろ。で、家帰っても泣いてんでしょ。いや、怖すぎて、なんか俺情けないよ。ごめんごめんごめん。だから信じすぎるのも良くないということでね、うん、もし僕らの話を聞いて違和感とか異変が起きるっていうのもいっぱい来ますけど、うん、それが起きてる方は、うん、考えすぎな可能性もあるんで、うん、ちょっと冷静になって、もっとラフに考えそうだ、はい、クールダウンして、うん、軽い気持ちで聞いてください、はい、ということでまだまだ皆さんからの怖いお話を募集しておりますので、あるという方僕たちのバラエティ公式 Twitter の方に DM で送ってください。では今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。明日の動画でお会いしましょう。さよなら。焼き尽くせ終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして、おかしい。弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ冒険者ユウジ。この汚れた世界に消えたいよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ2022年7月放送開始。Let's go.